こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。南シナ海で日米英での軍事演習が行われているさなか、中国の空母は未だ動かない状況です。ドック入りで稼働できない状況です。では、今回、この中国の空母遼寧、糸山敦の現状を詳しく見ていきますね。それにしても、調べれば調べるほど、もうダメです。中国が自国で建造した空母、山敦が欠陥空母との話しが浮上している。今回は欠陥空母の実情を話すのだが、先に結論として山敦は終わっているということを伝えておこう。2021年4月初旬のこと、南シナ海を中心に艦隊を組んで演習を行うなどして活発な動きを見せていた中国海軍の空母遼寧と山敦だが、一部メディアの報道で衛星写真などから演習中に機関故障などにより3足外海の東部で停泊してしまい、どちらも欠陥空母ではないかという疑惑が持たれている。遼寧に関しては旧ソ連海軍が空母アドミラルクズネツォフ級の2番艦ワリヤーグとして建造中だったもので、ソ連が崩壊した後にウクライナの造船所に放置されていたものを1998年にスクラップとしてマカオの中国系企業が購入し、当初は係留してカジノとして使用する名目だった。船体は中国本土の大連港に開港された後、大連船舶重工集団の大連造船所のドッグで練習空母として改修され、2012年に中国初の空母001型航空母艦として就役したのである。要するに旧ソ連のゴミを拾って作られたようなものなのだ。遼寧は公開されている情報では満載排水量 59,439トン、全長 305M、 全幅 78M、 推定30ノット、艦載機は50から70機とされ、戦闘機 8A15 を18から24機艦載するのではないかと見積もられている。艦載戦闘機の GA15 は中国の第5世代であり、ロシアの空母艦載機であるスホ233をこれまたコピーしたもので、外観がよく似ているが、ロシア軍関係者から性能には差があり、 SU33 の性能を発揮することはできないと聞いている。すでにワリヤーグに設けられていたスキージャンプ方式の発艦方式を遼寧はそのまま採用している。第5世代戦闘機 GA15 の発艦は同艦の航空機発艦の短距離スタートポイントに設定されている 105M の地点から甲板上の合成風速15ノットの状態で、しかも燃料搭載量 95% で約6トンのミサイル等を搭載することが可能だ。このスキージャンプ方式というのは山敦でも採用しているが、航空機を高速射出できるカタパルト方式と違って燃料及び兵装の搭載量に制限があるため、艦載機の性能をフルに発揮することができないというデメリットがある。中国海軍ではすでに次世代国産空母となる003型航空母艦の建造に着手しており、この空母は8万5千トン級と推定されていて、アメリカ空母に匹敵するサイズとなるため用心しなければならない。発艦方式は電磁カタパルト方式を採用するとみられているのだが、米海軍でもトラブルが頻発している電磁式カタパルトを中国海軍がコピーしてもどうせ失敗に終わるだろうと言われている。ちなみに003型も着艦方式は遼寧
3トン、両艦と同じく、アレスティングワイヤー方式にするらしく、4から5本の青銅柵が、設置されるものと資料する。もともと、3トンは、002型航空母艦として、遼寧を参考に、中国が、設計から、建造までを初めて行った空母であり、2013年11月に起工、2017年4月に進水、2019年12月17日に就役させたという経歴である。3トンに関しては、推定で、満載排水量7万トン、全長 315m、全幅 78m、速力31ノット以上と言われており、遼寧より、一回り大きく建造され、イギリス海軍の空母、クイーン・エリザベスと、スケールだけで言えば、ほぼ同等である。現状、米、海軍の原子力空母に、次に大きいと言われており、艦載機の数は、遼寧よりも多く、50から70機と推定されていて、第5世代戦闘機 J15、最大で36機も搭載可能だと、推測されている。艦載機に関しては、発着艦時の事故が多発している時、A15 の後継機種を現在開発中とのことであり、信用引き工業集団が、自己資金で、開発中の小型軽量のステルス戦闘機 FC31 の転用が有力視されているようだ。冒頭で伝えた、遼寧と3トンが演習中に停止していたという噂であるが、信憑性は疑わしいという意見もある。なぜなら、2021年5月に演習中の遼寧を、米海軍のアーレイ・バーク級駆逐艦、マスティンの艦長の姿と共に撮影した写真が公表されて話題になり、その際に遼寧が停止していたとされているだけだからだ。当時の写真をよく見てみると、遼寧の艦尾には白い鉱石波が確認できる。そのことから、マスティンが写真を撮影した時点では、遼寧が構想中であるため、停止していたとの噂は、全くのデマということになるのだ。また、3トンが、山谷を、出港後に、外洋で、2021年4月に、丸1日停止していたという噂については、新、27部隊軍事雑談という軍事情報のツイッターアカウントから、発信されたものである。2日間の衛星写真から、昨日の位置から、ほぼ動いていないという見出しで、投稿があったのだが、他のメディアでは、全く取り上げられておらず、続報もなく、その信憑性には疑わしいというものだ。ここまで来ると、ほぼ同時に伝えられた、中国海軍高官が、空母の欠陥問題の責任者として、当局に拘束されたという噂話も眉唾ものである。これらの噂が真実であったとしても、遼寧に関しては、当時の演習で J15 発着艦訓練などを行った映像が公表しており、実力は、さておき、中国海軍が空母打撃群を運用することができるのは事実である。また、マスティンが、遼寧、艦隊の中に接近して至近距離から撮影したことで空母護衛が機能していないのではないかという指摘もあったが、平時の公海上のことなので、中国艦隊が防御行動を取らなかったのも当然といえば当然なのだ。まずもって、南シナ海と東シナ海と台湾をめぐって、中国との関係が悪化している中で、マスティンが中国艦隊の臨海陣の真ん中に突入する。ことなんてありえないだろう。しかも、中国海軍として、米海軍空母打撃群が近海に存在している状況で、ことを構えるのは避けたいだろうし、マスティンが近寄ってきたとしても、公海上で、あからさまに航路を妨害することは、避けるしかないのだ。韓国のように、
火器管制レーダーを照射するなどの暴挙を行うことも考えられない。世間では、マスティンと中国艦隊との間で、事前に何らかのコミュニケーションが取られていたと指摘する声もあり、撮影されていた艦長がリラックスしていたのも、事前に何らかのコンタクトがあったとすれば納得ができる。どっちにしても、所詮は旧ソ連のゴミから作られたコピー空母なんて日本の敵ではないと個人的に思っている。